皆さんこんにちは。今日もフィリピンパラワン島プエルトプリンセスのマイクロテルからねお送りしています。今僕の横に座っているのが以前動画で出していた1億円をねフィリピンに投資したという飯島さん。飯島です、よろしく。やっと来れましたね。やっと来たね。ねえ、あれ何回日本で冬を過ごしたんでしたっけ。2回かな。ちょうどほら2020年の7月帰ったじゃないですか、はいはい、だから21年、22年、あ、2回だね。2回冬過ごしたんだ、うん、あ、結構痺れ切れちゃったでしょう、うん、今回昨日来たんですよね、8月2日にね、うん、昨日来て夜の7時かな、うん、朝出発して、はいはい、で今回はいつまで。今回はね、23日までのチケット持ってるんだけど、うん、ちょっともうこっちが居心地いいから、うん、ちょっと今月末まで伸ばそうかなと思って、うん、ああああ資金はじゃあ十分持ってきてるの。資金はもう全然何の問題もない。だって前まで来るたびに100万持ってきて、でこれで4ヶ月大丈夫だって、2ヶ月でなくなってたじゃない。前回は1ヶ月だから40万くらいだね。なんか明日エルニド、明日エルニド、ちょっとファミリーで。何人連れてくの。8人。エルニドに8人で行くんですって。家族総出。うん、あらら、予算いくらなんですかそれで。1人3000ペソから2万、まあ3万ペソならいいんじゃない。甘い。甘いですか、うん、でも俺5万ペソ渡したから。5万ペソ渡したんでしょ、うん、食事は別とか向こう行って言われそうじゃない。いやいや、まさか俺お金持ってかねえもん。相変わらずね太っ腹のね飯島さんですが、日本でずっと仕事してたんですか。仕事してましたよ。今回ね初めて飯島さんご覧になる方ね、飯島さん大工の棟梁、あ、もう棟梁じゃないんでしたっけ。いや今社長になっちゃったよ。今3人くらい使ってるから。あ、そうなの。なんか息子に仕事もらってるって前言ってたでしょ。うん、うん、あ、それは長男、うん、今三男とは全然違う人間を2人使ってるの。うん、だからトータル3人使ってるんだよ。あ、じゃあまた棟梁で。だから別に俺がこうやってのんびり遊んでても、うん、スタッフがお金稼いでくれる。いいの別に、もう仕事しなくたって。うん、のんびりとね、残りの人生は楽しみたいの。こうやってビール飲みながらね。あ、でもあれだ、飯島さんがこっち来るのね、2年半ぶり、え、2年ぶり、うん、2年ぶりだね。2年ぶり、でも俺この前、3ヶ月前、日本行った時会ってるでしょね。あったね。うん、そうか、2年ぶりか、うん、日本暑いんですよね今ね。めっちゃ暑い。仕事してらんないでしょ。俺ずっと仕事してないもん、暑くて。その従業員にだけやらしてんの。そうそうそう、従業員のかすりを取ってんだよ。で今こっちではエルニドに行くのが明日から。明日から3日間、さ、2泊。そう、2泊3日、うん、で帰ってきて、あのサリサリっていうか、あの、うん、あそこに住んでるんでしょ今。あそこの2階で夜分は泊まったけどね、うん、いや居心地悪いね。だってこれあの2階寝室だって言って俺見に行ったけど、うん、部屋の大きさとベッドのマットレス同じ大きさでしょ。やっぱり俺がいて見て指示しないとダメ。ちょっと待って、今あそこに8人が住んでるの。いや2階は俺とほらあのうちの嫁さんが一緒に住んでるけど、うん、下はほら息子と娘。下ってだって部屋ないじゃん。下にあるのよ一つ。あ、作ったの。ベッドを3つあるの、うん、だから昨日ほらあの長女と長女のボーイフレンドが一緒に来たじゃない、うんうん、普通は来なかったら大体3人だから息子2人の、うん、あの娘1人。あのね、これご覧になってる方で、あの飯島さんの予備知識がない方にちょっと説明すると、1億円をねあのフィリピンに投資したって言ってるけれども、何だっけ、何から始まったのかな。まず
カビテに2軒の家が最初でしたっけ、うん、もうジプニー買ったり。で、ジプニー買って、それからね、パラワン、プエルトプリンセスさんにね、ホテルも買ったんですよ。で、ホテルね、しばらくやってたんだけれども、それから、あの豪勢な一戸建て、あれ結構金かかったでしょ？あれ結構金かかりましたよ。それもプエルトプリンセスで建てて、うん、一人で住んでてね、僕らよく遊び行ってね、なんか裏庭でね、うん、なんだ、持ち焼いて食ってたりしたんだけれども、その時のね、これにね、あなた一人なんだからね、そんな広い家いらないでしょって追い出されて、家賃7000ペソのアパートにあなた住みなさいって言って住まわされて、なんだな、アパート、彼女、金払うの、家賃払ってくんなくなっちゃったの？お金がないからじゃない？みんな金使っちゃって。いや、だってあるでしょ。いや、もう、その頃はもう全部、多分売っちゃったのよ。博打ばっかりやってたから。あ、ギャンブルやんだ。ギャンブル、カジノ。いや、俺が思うにね、うん、ほら、スパイがいたじゃん、こっちに一人、うん。メイドで雇ってた。うんうんうん、あれが、チクったんじゃないの？飯島さん、他にこれがいるぞっていうの。いやいや、別に俺がいたって、向こうも、うん、ほら、あ、まあ、どっちもどっちだからね。全然関係ないやつ。うん。いや、俺子供に、ホテルまだ残ってるかとか、もう一回家あるかって言ったら、もう全部ない。いや、もう当然ですよ。うちだって売っちゃったでしょ？全部売っちゃった。うん。飯島さん、しばらくね、ホテルもレンタルしてるって、一戸建てもレンタルしてるって言ってたんだけど、俺はね、多分売っ払ってたのかって思ってたんですよ。うん。それで、まあでも、まあでもそれでね、にこやかにね、幸せにやってるからね、大した人なんです。で、人生は一度だから本当に。これこれこれ、いつもね。二度はない。二度はないね、うん。うん。もう好きなように人生を生きないとダメ、人間は。飯島さん今いくつでしたっけ ?72。今年2になったの？もうなったの。もうなったの。うん。来年3。あ、俺と9つ違いだ。うん。あね、こうやって元気なジジイですけれども、どうするの、こっちにいる間って。次また冬こっちで越すんでしょ？もう来年の一応1月の、うん、5日あたりからこっち来て4月までいると思う、うんうん、なあ、こっちで越冬するってことね、うん、そうか。だからその今いるところにずっと寝泊まりするわけ。もうしょうがないね。今どっか買おうと思って探してんだけど、なかなかないから、うん、とりあえず今んとここう寝て、下行って、ほら日本人来た時に酒の相手したりして、うん、でいろいろ探そうと思って、うん、とりあえずもうあそこでいいかな。まあ寝られりゃいいと、うん、ちゃんとシャワー浴びて、うん、寝られて、うん、ちゃんとうちの嫁さんが脇にいればもうそれでいい。なんで OK だ、うん、ちょっと子供たちすんげえうるさいなるほどね。まあ、ちなみにうちの嫁さん、日本語わかんないからね、もうゼロ、本当に素人の女で。今彼女いくつでしたっけ？今50かな。今50になったばっかり、うんうん、でね、その彼女は日本語全くわかんない。飯島さん英語ダメ、宝語ダメ、それでもね楽しく暮らしてるって。でもね、言葉とか全然できない方、飯島さんがこうやって楽しく暮らしてるんだからって言って安心しないでください。来ないでくださいね。この人おかしいんで、どっか。特別な人なんで、この人の真似したら多分3日といられないと思いますから、ちょっと釘刺しとかなきゃいけないんで、ね。そうだね。ちょっとそんな生優しくね、こっちに住もうっていう考えはやめた方がいいかもしれないね。確かにね。俺なんだかんだ言ったってトータル20年近く来てるからね。行ったり来たりね、うん、うん、長いんです、付き合いが。なんかもう腐れみたいなんでね。面白かったのがね、飯島さんがそのホテルを一応やってる時ね、あのホテル楽しかったですよね、うん、なんかホテルのトライシクルがあってね、それ二人で乗っかってね、トライシクルでバーッと走ったら、よく走り回りましたね。うん。うん。あの頃はね。なんか女の子立ってると止まったりしてね。うん。うん、女乗せてね。そうそう。可愛い子だとタダとか言ってね。うん。んなことやってね、まあ遊んでたんだけど。もうやりたい放題。うん。もう人生、こんなバラ色な人生はない。もう、ね、
ただ健康だけ気をつけてね、俺はすごく健康に気をつけてるわけ、まあ、野菜重視、あと魚、肉はあまり食べない、油物は食わない、うん、でいっぱい腹いっぱい食べない、うん、もうそこそこ、それで人生ずっと70年俺病気したことねえのよ。風邪も引いてねえし。飯島さんこれ裸になると分かるんだけどね、カリッカリに痩せてるんだけど元気でね、あれ10年ぐらい前だったかな、飯島さんいねえなったらヤシの木の上登ってんのね、猿じゃねえかっつってね、ジジイ落ちたら危ねえよってみんなでハラハラしてたんだけどね、あの時。いや今でも登れるよ、登れた。いや登んないでください、登んないでください。まあね、まあ、大工だからね、そこら辺は得意なもんで、うん、そうだね。まあこういうね、なんというか面白い、なんていうの、打たれ強い人できるのかな、うん、打たれ強いよね。もう全然もうめげない、何があってもめげない、うん、もう金は天下の回り物ってのはね、地で言ってる人なんで、うん、だって普通信じられないでしょ、自分のホテル買って、立派な一戸建て、あれだって日本円で2000万近くかかったでしょ、うん、ね、かかったよ。それからカビテにね、一戸建て2個買って、それからパラワンでね、車も2台持ってたんだけど、最初はシボレー乗ってたんで、うん、次が三菱のかっこいいやつ、あれもね、入間さん何も知らなかったから、日本人の名義で買えねえだろうっつってね、全部彼女の名義で買ってて、次来た時って、俺車ねえよっつって、入間さん車どうしたのよって言ったら、いや売られちゃったんだよっつって、車2台に、ね、バイクも2台ぐらい行かれてんでしょ。もう何もない。それでも笑ってる人、だからこのぐらいね、強くたくましい人だったら、言葉できなくても大丈夫かもしれないけど、全然平気だね。俺レストラン行ったって言葉分かんなくたってね、うん、もうアクション、うん、もうアクションと少しだけの言葉で何の問題もない。まあこんなね、じいさんが今ついて伸び伸びし始めたところです。明日からね、エルニドに総勢8人そう、家族、ファミリー8人行くんでして、まだね、3万ペソで大丈夫だろうなんて甘いこと言ってますけど、また帰ってきたらね、5万ペソ持ってるんでしたっけ、5万ペソ渡したのか、5万ペソ、ゆうべ渡したの、はい、これで今月1ヶ月全部やれって、うん、はいはい、まあやるかどうか分かんないよ、今月の生活費も含めて、含めて、まあ無理でしょうね。まあエルニドから帰ってきたらすっからかになってて、またでももっと両替してんでしょ。いや一応ね、25万しか両替してない、うん、あとは円で持ってんだけど、足りなくなったら両替、うん、カルマンで両替しようと思って、あまあ足りるんじゃない。毎回ね、2ヶ月でね、100万なくなってる人ですからね、こういう人ですから、どうなることやら。金は死んで持っていけない、うん、金は生きてるうち使いましょう、はい。これ僕らね、こうやってね、バカ話してるとね、2時間3時間平気で過ぎてしまうんで、ここのところはね、この辺で失礼します。またね、飯島さんエルニドから帰ってきたらね、その顛末なんか聞きたいと思います。飯島さんお気をつけて。ちょっとね、あっちの方でね、バーベキューをね、やってるんだけど、そっちの方にね、移動したいと思います。ちょっと飯島さんあっち行きましょう、バーベキューの方。はい、了解です。はい、ビールは最高だね。お兄ちゃんかかっちゃったからさ、ビールもさまです。このままね、お酒や。人生は一度。はい、バーベキューやっております。山口市バーベキュー。あ、餅焼いてる。餅。これも大丈夫。ねえ、あ、うまそう。ちょっとこれ。ホットドッグ。あっけ、あっち。こっちにいるのはね、ちょっと YouTube 初登場の堀口さんですね、この坊主頭のソーセージ食べてます。いつもの山岸さんがいて、こんな感じでね、今日野郎ばっかりで楽しんでます。それじゃまた。こっちで騒いでるのがね、堀口さんの子供たち。何やってんの？今ね、うん、なんか見つけた？うん。はーい。はい。これ2人だよ。うん。男の子とね、女の子。堀口家の子供たち。お兄ちゃん見て。見てほら。カナちゃん何やってんの？うん。ゲーム？うん。
いいですか。まだまだ待ってる。YouTube でいただいたスーパーチャットでお供えと植物買ってきました。飯島さん、初めての宮田さんへの証拠。外科へ戻ってきてた。ゆうさん、はい、あげる、あ、よしよし、これ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 一本くれ、そうそうそう、つけたら、だから買わないよ、ちょっと待ってね、いいとこ、うん、ついたよ、でここを入れる、そしたら、顔を手を合わせるんだよ。そして、うん、はい、それから寝ずにお眠りください。じゃあ待ちしてください。はい、今日今晩待ってるよって言っとけ。そしたら手を起きてしてくださいね。食べてる、食べてるのこれ。あら、おいで、ミキ、まあ、眠くなったから。テレビ？お湯？お風呂かも。え？おいでもいいです。いっぱい飲んでね。ちょっと待って。絶対合わせて。何のためだって食べるの？何かの餌？ペット。え？ペット。ペット。え？メダカ。メダカ。はい。ペット。メダカ入れるの？いや。